ポッドの各機能は問題なさそうだな。といっても緊急脱出用だから大した機能はないが。よし、コンピューター、イーダスの乗組員の現在位置を教えてくれ。捕捉できる乗員、脱出ポッドはありません。そうか。だがクロエのポッドが見つからないのはどういうわけだ。惑星降下時に受けたパルス上の強力な電磁波の影響により、ポッドの機能が停止したものと推察されます。なんでそんなものが。コンピューター、兄貴にアントニオ・ローレンスに緊急通信をつないでくれ。嫌な予感がする。了解。輸送艦アルダス艦長、アントニオ・ローレンスの端末を検索中。早くしてくれよ。これを使ってください。なんだこりゃ。早く拾え。死にたいのか。なんだか知らねえが、お味方登場ってとこか。悪いな、借りるぜ。前方、敵だ。助かったぜ。手ぶらじゃあんな化け物とても。貴様何者だ。おっと、自己紹介すれば見逃してもらえるか。このご時世に得体の知れぬものに乗って現れた男を簡単に逃がすと思うか。乗り物だって理解できるのか。まさか地上から俺たちを撃ってきたのはお前らか。長距離通信コネクト、アントニオ・ローレンスとの亜空間通信を接続。なんだ。レイモンド、こちらアントニオだ。聞こえてるのか。レイ、無事か。まだ仲間がいたのか。出てこい。この通信はレイモンド・ローレンスからじゃないのか。姿を現せ。おい、俺の弟に妙な真似したらてめえの星ごと吹き飛ばすぞ。レモンド、どこにいるのか。おかしいわ、声がするのに人の気配がしない。なあ悪いが、あれに返事だけさせてくれねえか。他のことはあんたたちに従うから。いいでしょう。姫、伏兵がいるなら私たちを襲う機会はいくらでもあったはずよ。どうぞお返事をなさってください、レイモンド・ローレンスさん。どうもお姫様。ついでにこのやかましい従者さんを遠ざけてくれるとありがたいんだが。何を。私はあなたとは良い関係を築きたいと思っています。あなたがどういう存在であれ、その乗り物について詳しく教えていただきたいので。そんなことならお安い御用だ。命あってのものだねだしな。兄貴、俺だ、レイモンドだ。レイ、無事なのか。無事とは言えないな。連邦の戦闘艦に襲われた。イーダスは木っ端みじんだ。なんだって。俺はアスター星系第4惑星に緊急降下し、現地住民とコンタクト中だ。
この通信も聞かれている。何？クロエも同じ星に来てるが、ポッドがダウンしてはぐれちまった。他は全員行方不明だ。一刻も早く救助に来てほしい。レイモンドさん、アントニオさん。この声が現地住民の声なのか。私の質問に正直に答えていただければ、レイモンドさんの身の安全は私が保証いたします。あなた方はバイル帝国の方なのですか？いや、聞いたこともないな。口から出任せを。アベラルド、仲間がいると言いましたね。その方は今どこに？これと同じのに乗ってきたが行方不明だ。あっちのずっと遠い方に落ちたはずだ。その乗り物は誰でも動かせるものなのですか？まあ基本的に誰でも使えるが、こいつはもう使っちまったから、エネルギーを補給しない限りもう一回は飛べないな。ではそのエネルギーを補給するとどのように飛ぶのです？質問が多いな。お？お？この音は？まあ、あんな感じで飛ぶ。バカな。すごい。コンピューター、今のポッドはイーラスのものだな。誰が乗ってた？ポッドは陶器と同型、イーダスから射出されたものと判断します。乗員信号はありません。この先に町か何かがあるのか？この先？すごい。この先にはメドゥームの遺跡しか。ねえ見てこれ。姫、遺跡か。悪い、この剣もう少し借りるぞ。おい、仲間の命がかかってるんだ。お待ちください、我々も行きます。メドゥームは広大な遺跡群です。もしかしたら人手が必要かもしれないでしょ。ああもう分かった、頼む。私はレティシア、こちらはアベラルドと言います。アベラルド、レイモンドさんに同行します。武器を下ろしなさい。もうご勝手に。よし、兄貴、一旦離れる。後でな。分かった、気をつけていけ。消えた？期待通りの反応ありがとうよ。説明してやりたいところだが、まずは俺の用を済ませてからな。ええ、分かりました、レイモンドさん。丁寧すぎるのは面倒だ、レイでいい。ええ、わかりました、レイ。よし、行くぞ。